はい、じゃじゃーんと、極み濃厚神戸プリンでございます。はい、今日のおやつでございます。これ食べていきましょうか。コンパス動画でこれを出すなって話なんだけど、あのね、そう、これファミリーマートで売ってるんですよね。神戸プリンといっても一回食べたことあって、すごい美味しかったんですよ。で、また食べたいなと思ってファミリーマート行くんですけど、いや、ないんだよね。なんでだろうね。なかなかなくて、今日たまたまね、見つけたんですけど、あ、神戸プリンがあったって手に取ったら、これ最後の1個だったんだよね。で、これの中身が、じゃんと、上にね、こうソースがついてて、これをね、食べるときにかけるようになっております。よし。で、これがね、さっきのカラメルソースですね。くっついてる。接着剤でくっついてた。はい、こんな感じでございますね。どんな感じだよって感じだけど、かけるとこ見せたい。こんな感じですね。見えねえよ。はい、こんな感じでございますね。ちょ、黒い点々見えるかな、見えないかもしんないけど、黒い点々があって、これもね、バニラの風味をね、ちゃんと引き立ててくれるね、美味しいものですね。ちょっと食べていきましょう。いやー、これがうまいんだよ。うまいんだよ。いただきます。プリンがすごいまろやか。あのね、よくあるプリンって、ほら、百何十円で3個入りとかのプリンって、ゼリー質じゃない？こう、なんかすごいプルプルで、そうじゃなくて、これはね、ちょっとクリームとか、あと、やっぱ、卵の感じが強いんで、すごい滑らかなプリンなんですよね。プルプルってよりかは、滑らか。結構ね、このタイプのプリン好きなんで美味しいですね。で、カラメルソースがね、結構ね、ちょっと苦めかもしんない。甘いカラメルソースじゃないね。結構それこそさっきのね、3個入りのものとかって、甘いカラメルソースがこう下の方に入ってると思うんですけど、そうじゃない。やっぱりそのプリンの方にちょっと苦いカラメルソースをかけてる感じで、結構ね、でもこれがすごいバランスいいね。美味しい。うまい。いや、カラメルソース苦いって言ったけどさ、いや、口に広がるとね、このバニラの香りと、なんか甘さがね、すごい、なんかね、食べた瞬間は苦く感じるけど、口に広がるとすごい甘い。あ、左利きってバレたね。はい、というわけで、ごちそうさまでした。いや、最後までうまかった。プリンってさ、ほら、カラメルソースがないと、まあ、美味しいけどカラメルソースあったらいいなとかあるじゃん。そんなんじゃない。なんかね、この粘り気の感じも、すごいなんかね、プリンにくっつくから、なんかね、どこ食べても、カラメルソースの味もちゃんとあるし、まあ、なくてもね、美味しいぐらいまであった。いや、一回食べてみてほしい。コンビニの、ファミリーマートの神戸プリンもね、結構美味しいよ、これ。いや、2回目だったけど、大満足でございます。はい、もうそろそろいい加減コンパスしましょうってことで、コンパスやっていきましょうか。1試合目、2試合目を、試合の解説。で、3試合目をね、コメント返信コーナーとしておりますので、最後までね、見ていってください。で、あとね、最近はゲーム実況するときにリプレイをね、撮ってからそれになんかね、声をつけてたんだけど、そうじゃなくて今回はね、もう直接試合しながら実況しておりますので、割と叫んでたりうるさいです。もう普通に叫んでます。あとね、まあ、どっちがいいかっていうのもね、見てもらって、リプレイがいいよっていう人はちょっとそんな感じのコメントしてくれたり、いや、もう直接撮ってほしいなっていう、まあ、今回のが面白かったよっていうんだったら、ちょっとね、そういう感じのコメントもね、くださると助かります。というわけで、ちょっとね、コンパスしましょうか。プリンうまかった。というわけで、じゃあコンパスの方どうぞ。やっていきましょう。ケルパーズでございます。ねえ、ちょっと待って、ケルパーズ？マジで言ってる？ケルパーズはさ、あれなんだよ、スプだからあんまり見応えがないんですよ。普段ならあれだよ、雑談コーナー行きだよ、これ。あって、これね、何が面白いって、特に何も面白くないからね。で、うちのデッキこれ見てもらったら分かるけど、お兄ちゃんで低速10秒なの。
こんなにね足遅くしたところでこのここではねあの展開も何もないから、そのねどうしたらいいんでしょうか。歩いてきたがアピールやんやっぱそういうだよな、やっぱそういうだよな、そういうのだよな。まあさあ、タイマンってさ絶対これさ動画に向かないんだって。はい、というわけでやっていきましょう。2試合目か3試合目だと思いますもうね、分かんない分かんない、どの動画をさ、どの試合を採用しようとしてるのかもね、本当にね見当つかないまあまあやっていきましょう。でとりあえずね、ここはね A ポータル取っていきましょうか。うんうん。で今回低速がいっぱいあるんで、まあとりあえず今 C をねザクレイに低速かけてから取る感じでいいんじゃないかなと思っております。なんか来た、なんか来た、怖い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 。 あとは頼んだわまあ2対1ならねさすがにどうにかなるでしょう。うん。で低速かけてあげて、でこっちにも低速かけてあげてやりたい放題だな、うちはみくんよっしゃよっしゃよっしゃ、獲得。フルークは触れないだろ、フルークは触れないだろ、いいぞ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 ほらほらほら、ヒメトルも切れちゃったぞ。さあどうする、さあどうする。ザクレイも来たらやだぞ、ザクレイも来るのはやだぞ。誰か助けてくれると結構嬉しいかもしれない。待って待って、嫌な予感しかしないの。待って待って、危な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 。お前待って、お前らお前ら低速の刑だわ、低速の刑だわ。もうそっから動くな、そっから動くな回復させて回復させて、ダメだった、ちょっと痛いねえ、強くない、みんなみんな強くない。あ、ナイス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 。あ、でもさ釣ってるってことはさ、低速とねこう床落とすのってすごい相性さそうだよね。敵が逃げようと思ったらさ低速かけてさ落っこちちゃうっていう ねできるよね、そういうの。やろうぜやろうぜ。そこ間に合う、無理だね。わかったわかったわかった、俺はそんな無理させない。いいよ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 、下がっていいよ。頑張るの、頑張る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 。オッケーオッケーオッケー、じゃあ俺も頑張る。どこに、どうやって頑張る、どうしようどうしよう。だったら前転切るタイミングで入れちゃおうか。はいはい、うわ、オッケーオッケー、入った入った入った。じゃあこれ DA 入れてあげて、無理そうか、ちょっと逃げようか、ちょっと逃げようか。味方が倒されました、せやなせやな。ちょっと逃げよう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 。あんまり行かない方がいいよ。おいでおいでおいで、あ、やられちゃうよ。あ、やられちゃったはい、低速はい、低速。うんうんうん、余計なことしようとしたらダメだよ、余計なことしようとしたら肉の前では低速になるからね。沼、なんか来た、あっちゃ落ちたねえ、いじめすぎじゃありません。俺そんなに恨み持たれるほどいじめたかな。俺そこまではしてないよと思うよ。だって俺切るも何もないようなことしかしてないからね。そんな俺そんななんもしないぞ。本当に本当にそんな、ねね、恨まれるほどのことした覚えないからねねえねえ、まあいいまあいいよまあいいよ、別に別に。うん、 OK、 ナイス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 、いいねいいね。残り10秒、もうこれは勝ったんじゃないかな、勝ったんじゃないかな。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いやー、今も十分活躍できたんじゃないでしょうか。オッケー、ありがとうございました、ありがとうございますいやー、このデッキ疲れるわはい、ということでやっていきましょう。もう何戦目かわかんないけどやってきます。なんかね、さっきの試合ちょっと、いや頑張った頑張った、ちゃんと活躍したと思うんだけど、なんかちょっと違うよね。なんかいろいろ間違ってる感すごかったから、ちょっとね今度こそね、ちょっとちゃんとねした試合をね見せていきたいと思います。うん。でちょっとね今回加速がないんで、とりあえず一陣でね HS 貯めていきたいと思います。うん。で HS 貯めた、まあルチアノがいるんでね、まあ、HS 貯めるのは結構正しいんじゃないかなと思っております。でそうだね、ちょっとさこっちに行く素振りを見せて、多分ザクレイが来るんだよね。ザクレイ来たらさ、こう低速かけてあげて、これガード回復買ってこっち触ったら、オルタがねこの人いじめられると思うんだよね。ほら可能ねするけど、この人逃げられないから、ほらほら、そういうことそういうこと。でここでお父さんじゃない、お兄ちゃん入れといて倒せるんじゃない。ナイスナイス、そういうのうまい、ほんとうまい。
ナイス。ちょっとね、上の方ルチアノの援護行きましょうか。上でね、もし1キルでもできれば、だいぶ安定すると思ったんですが、まああの方がね HS 切っちゃいましたね。ってことはちょっとヤバそうだけど、一回お兄ちゃんかける。低速になったけど、あれはどうなんだどうなんだ、普通ぐらいだな、普通ぐらいだな言うほど何かあるわけじゃないな。まあいやいや、まあ、ザクレイに低速かければね、この人 DA できなくなるから、まあまあまあいいでしょいいでしょ。ほら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 、 DA してみろ DA してみろできまいできまい、 DA なんてもうできまい。 OK OK、 いいぞ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 。うんうんうん、ちょっと残り5秒あんまりあのね戻ってこない。あ、前転が切れるタイミングでちょっと入れちゃいましょうか。さあここで入れる計測、層に入らないまずいな、大丈夫大丈夫、うまいぞうまいぞ、そういうのうまい。ちょっと層に入れて、オッケーオッケー、ナイスキナイスキ、いいよいいよいいよ。あとはあとは低速入れちゃう入れちゃう入れちゃう、逃げて逃げて、入った？ザクレイに低速入った？ちょっと HS 切ろう、引っ張られたんでこれは切っちゃいましょう。いやね、引っ張り連撃結構強いよね。うん、今のも絶対もう HS を切らざるを得なかったからね。ナイスキル、うまくない、味方うまくない、ね、なんかいろ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 言う前に味方うまくない、うん、絶対そうだよね。ほらほら、この人勝っていいよ勝っていいよ、えいえいえい、待ってよ、ごめんね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 、ちゃんと低速当て、ちゃんと低速当ててあげる。はいはいはい、低速もうこれで逃げられないから、いけるいける、あ転んでる、大丈夫大丈夫、ごめんね、マジスクじゃないから、ナイス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 、さあ来い、 うまい、その号令、なんならなんなら低速まで、低速かけたい低速かけたい、はい低速もう歩けまい、もう歩けまい、はい、じゃあもうこっちも踏んでね、オッケー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 、裏取りはね任せといてください。よしよしよし、壁勝ったでしょ、よしマジスクマジスクだと、お前も遅くしてやろうかありがとうございました今回いい活躍できたんじゃないかな、うんうん、いやでもね、それにしてはやっぱり味方がね強かったんで、どうにか勝てましたね、ありがとうございました。はい、ということでやっていきましょう。3試合目でございます。3試合目はね、当初の予定通りコメント返信コーナーしていきたいと思います、まあ、気軽にねコメントくだされば、それにねあのお答えする形のコーナーになっておりますので、ぜひぜひコメントお待ちしております。ってことでやっていきましょう。1つ目、1個目、もうねプロだよプロだよ、もうプロでしかないもん。あのね、もうほぼ1個目逃したの見たことないと思う。いやすごいよね、普段ね他の実況者のところで1個目とか狙ったことがないからわかんないけど、すごいよねいやね、1個目、まあ1個目じゃないんだけど、あのよくあれはやってた、あのなんかね、そう動画が上がって、あの、ね、0分で動画に入って0再生のところでこう入るみたいな。ただ0再生で視聴してもなんかね5再生ぐらいになってるみたいなね、うん、0再生のうちにさ5人ぐらい見ちゃってる現象あったよね。まあでもね、そういうのはあったあった、うん、やってたね、楽しかったね普通にそう、ゼロ視聴、ゼロ高評価、ゼロコメントみたいなね変なこだわりあったよね、うん、でもあれ楽しいと思う、うん、はい次、陸で戦っている時の笛の BGM ってなんて名前でしょうか。これね、カナリアスキップってやつですね。あのすごいあのノリのいい、なんか陽気な音楽っすよね、うん、笛のなんかちょっとまあ民族っぽいような雰囲気もありつつの、あれいいよね、うん、ほんと今回の動画もね多分使ったと思う、うん、すごいいい BGM っすよね、うん、はい次、今日のバイバイエロかった、よく大変よくできました。ちょっと待って、あのさ別にそういう意味合いでやってるわけじゃないからねなんてこったい。はい次、運動せずにプロテイン飲んで太りましたあ、そういうこともあるんだね。やっぱプロテインは適量かつあのちゃんとね、あの適切なタイミングで飲んであげないと、やっぱりあの栄養にもなれば毒にもなり得るようなものなんだね。うん、皆さんもねお気をつけください。プロテイン運動せずに飲んだら太るらしいです。そんなことあるんだね。うん。はい次、ザバス美味しいですよね。運動後30分以内に飲むのが良いです。飲みすぎは病気になります。皆さんはやはり肉ちゃんがいい。
そう、ザバスってあのプロテインの話なんですけど、そう、ザバスのプロテインがね、なかなかにね、美味しかったんですよね。で、あれをね、運動後30分以内に飲むようにしてくださいっていうのと、飲みすぎはやっぱり良くないっていうことなんで、そうね、飲んで運動しないとかさ、そういうのも含め、あんまりね、良くないってことなんで、飲み方はね、適切に飲むようにしましょうか。うん、まあ何でもそうだよね。適切にね、扱うようにしましょうっていうことですね。であと、ふなさんはやはりみくちゃんがいいって言われたんだけど、これあれなんだよね。確か前回がね、ダンマッチコラボの時だったから、合図をね、初めて使ってみたんですよね。ちょっとね、ダメだね。使える使えない以前の問題だったような試合だったんで、ミク使います。おとなしくミク使っておきます。はい、そろそろ動画の終わりも見えてまいりました。もう今回はね、この辺で終わりにしましょう。というわけでね、コメントの方も高評価チャンネル登録もお待ちしておりますので、ぜひぜひお願いいたします。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。